しばらく寝とけって。何見てんだ。いい加減にしろよ。ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。何見てんだ。おいよ。いい加減にしろ。しばらく寝とけっての。誰だ？
らっしゃいませ。ありがとう。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとう。しばらく寝とけっての。
ませ。ありがとうございます。よう、高野って検事どうだった？いや、俺どうもあいつを昔小僧扱いしてたらしくてな、沙織君にそのとばっちりが行かなきゃいいと思ってんだがよ。八神さん、さっきは大丈夫でしたか？警察庁のあの坂東という人、もしかして RK のバッグについている一味ということでしょうか？ああ、間違いない。桑名の居場所を知りたがってた。なるほど。そういえば星野君が RK の噂を聞きつけてきたようです。星野君、 RK のことで何か聞きつけてきたって？ええ、どうやらあの阿久津って幹部がカムロ町に戻ってきてるそうなんです。昨日から。阿久津が RK のナンバー2ですよね？ああ、あいつなら多分相馬の居所も知ってる。阿久津はカムロ町のどこに戻ってるんだ？八神さんはご存知かどうか、 RK はカムロ町に息のかかったキャバクラをいくつか持っているようで、それをナンバー2の阿久津が仕切ってます。で、系列店で売り上げのいい子とか今後期待できる評判のいい子がいると、阿久津が直々にボーナスを手渡してくれるらしいんですよ。星野君はどっからそんな情報を取ってくんだ？うちの依頼人はキャバ嬢とかカムロ町で働く人が多いですから。要するに売れそうな子は阿久津に会えるということですね。ええ、ここ何日かその表彰が途切れてたんですが、昨日はそれがあったみたいなんです。つまり横浜に行ってた阿久津がカムロ町に戻ってきてるってことですよね？なるほど、確かにそうだな。で、具体的に阿久津はカムロ町のどこに戻ってきてんだ？そこまではまだ。 RK の幹部は毎晩居場所を変えるらしくて、多分警察に行動を把握されないためでしょうね。でも売れそうな女の子になら阿久津の方から声をかけてくるわけか。ふん、もう全然嫌じゃありませんよ、この展開。むしろ望むところです。ああ、沙織さんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、くそ、僕はまた沙織さんの変身が見たい。こんな自分を抑えきれない。何を言ってんだお前。どこかはっきり RK の系列って分かる店はあんのか？ええ、ずっと前にも沙織さんが潜入したクイーンルージュというお店がありますよね。あそこが少し前 RK の半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。あそこの店長は変わってないのかな？そうですね、もともと雇われ店長だったんですが今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか、格安なら俺も行ってみるかな。あ、そうか、じゃあ僕も行きたいかも。バカ言ってる時間はありません。そうだな、沙織さんはまた服とかメイクとか準備がいるね。一緒に考えるよ。いえ、それなら大丈夫です。ん？
先日マリ姉さんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。今回もそれで行こうと思います。ああ、マリ姉と。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、見てもいないのにその判断はいただけませんね。お、あ、そう。沙織さんに任せるよ。俺なんかの出る幕じゃなかったな。ええ、こう言ってはなんですが自信のメイクです。任務に支障はきたさないと断言できます。なるほど。うん、その一気はよしだ。さすがうちの沙織君。我が源田法律事務所は向こう20年は安泰だな。ええ、本当ですね。八神さんも英断でした。よし、じゃあ早速作戦を始めようか。参りましょう。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございます。なるほど、これは確かにいいね。マリ姉さんのおかげです。完璧に仕上がってる。さすが、バッチリだよ。ええ、では参りましょうか。クイーンルージュへ。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しといてる。星野君が言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。
要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでもついていきますよ姉さん。どうかしたのか。このお店、近くを通ることはありますけど、中に入るのは久しぶりです。店長、沙織さんのこと覚えてたよ。前も一晩だけじゃなくて、本当はずっといてほしかったってさ。潜入キャバ嬢、再びですね。あ、その前にこれ渡しとくよ。無線のイヤホン。うまく阿久津のところに行けることになったら、それで連絡を取り合おう。何かヤバい時はすぐ助けられるようにしとく。わかりました。背中は八神さんに預けます。ああそれじゃあよろしく。ああ沙織さん、本当に沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。お元気でしたか店長。元気元気。ああ、いやそうでもないか。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。今は早い安い接客はまあまあって感じの方針なんだ。ええ、話は少し聞いてます。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ、で経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。以来よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってくんだよね。見込みのある子には RK からお声がかかるとか。そうそう、よく知ってるね。 RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ。これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛い子と飲みたいだけかもしんないけど。阿久津さんとはどちらで会えるんですか。場所は特に決まってないな。いつも向こうの気分次第でね。あ、もうボーナスもらう気満々じゃないの。でもきっと沙織さんならいけると思う。その意気だよ。聞こえる沙織さん。ええ、入店は問題なかったみたいだな。俺は今のうちに助っ人を呼んでくるよ。助っ人？ああ、阿久津に会えるようになったら全員でかかれるようにね。それまで頼んだ。あんたが店長の連れてきた大型新人さん。
なんか思ったより年がいってるみたいな。沙織と言います。どうぞよろしく。ふーん、あんた今までどこの店で働いてたの？普段は普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと？この仕事舐めてる？そんなお気楽な仕事だと思われんのは心外なんだけど。なるほど、ごもっともです。では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると楽しみです。な、何その口の聞き方。こうやって休憩時間に新入りをいびるのもプロの技なんですよね。ああ、いけませんね、すぐそんな怖い顔したらお客様が楽しめなくなってしまいますよ。かな。見た目だけの勘違い女かと思ったら案外気合入ってんじゃん。ちょっとメグ、新入りにこんなでかい態度許していいの？この世界は実力主義だからね、仕事ができれば文句はないよ。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん入ります、よろしくどうぞ。じゃあ見せてもらおうじゃないの、店長期待の大型新人の実力をね。ええ、望むところです。どうもメグです。いらっしゃい、クニコです。はじめまして、沙織です。おお、沙織ちゃんね。ああ、どうぞどうぞ、座って座って。いや、綺麗ですね、本当にこのお店最高。あ、どうもはじめまして。でもな、俺の発する異議ありは、あ、そりゃもう検事たちを震え上がらせたもんでね。すごいですね、さすが弁護士先生。ああ、ずるいですよ、源田先生ばっかり。僕もね、こう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。へえ、司法試験？ちょっと待ってよ、嘘でしょ、君たちもしかして司法試験知らないの？日本一難しい資格試験なんだよ。